その格好し寝てんの、うん、ねまだこの格好だよ。何でもいいね、これ立ち位置だね。大変だ。美味しいねって。ね、父ちゃん。2台しかいなくなったのよ、うん、だから良かったですねって言ったらさ、シリ、集をね、なんか向こうで編集してもらって、だから「そうちゃん全国区で出てたんだよ僕」って。実はね、あこぼされるよ、出るか出ないか分かんないから皆さんにはね告知しなかったんですけどね、結構しっかりそうちゃん出てましたよ。さっきの問題の答えちょっと出します。これか、分かった分かった、ちょっと待ってろ、なんか飲みたいって言ったら、そうちゃん、あそう、お茶好きなんだよ、お茶好きなんでね、そう、うん、年寄りじいさん、なんだっけ問題は、さっきさ言ったでしょ、金銀ダイヤにエメラルド、ね、お、あ、哲也さんこんばんは、響くん髪型かっこいいって書いてあるよ、金銀パー、はい、お茶どうぞ、そうちゃんお茶好きなんですか、髪型の金、はい、髪型変えました、切ったばかだもんね、はい、うん、この間切ってきました、そうちゃんは飲んでるのはジャスミン茶です、お茶好きなの、あ、今そうちゃん実はね、お茶が大好き、ちっちゃんね、さ、あの動画再生回数すごいですねって書いてある、うん、あれね、だからテレビ出てたの、信長なんかって、さっき出した問題の答えを言います、ゴールデンウィークのね、4日の日か、水曜日かなんかでやるね、あの番組ね、7時からね、でね、急遽電話、連絡があってね、てつやさん、ひびきくん痩せたって、そうすけくん、痩せてないね、出てくれませんかってね、じいじい、さっきの答え出すよ、はいはい、どうぞどうぞ、はい、さっきの答えは、じゃん、じゃん、銀です、銀でした、銀だったの、そう銀だよ、銀だよ、当たり前じゃん、銀は誰も正解しなかったじゃん、あの一番残念って、あ、